こんにちは。今日は社会人2年目の2月のお給料の仕分けです。今月はこの前残業があったので手取りが20万円でした。いつもよりちょっと多くて嬉しいです。じゃあいつも通り優先順位が高い順に3つ設定していきます。貯金、固定費、変動費です。まず貯金からなんですけど、積み立てNISAが 33,333円ですね。これは手取りからではなくて貯金から積み立てています。手取りからの貯金は1万円です。次が固定費ですね。まずは家賃と、管理費と水道代で62,000円、奨学金が14,300円で、通信費のスマホと Wi-Fi で6,200円で、習い事が18,000円の合計が105,000円です。まあ、手取りの 50% くらいっていう、ちょっとあんまり良くないなって思うんですけど、それで最後が変動費なんですけど、変動費は今まで6項目でやってたんですけど、今月からは7つにしました。1番が食費、2番が電気代、3番が日用品、4番が美容師で、5番が趣味で、6番が雑費で、7番が交際費です。先月までは趣味と雑費を一緒にしてたんですけど、一括りにしない方がいいのではっていうコメントをいただいて、まあ確かにいいと思ってで分けました。ふるさと納税とか、マンションの更新費用と火災保険料など一時的に発生する金額の大きいものと、あとなんか毎月は行かない歯医者とかそういう病院系は雑費にすることにしました。で、本とか自分へのご褒美的な側面が強いものは趣味費にします。で、ふるさと納税は本当は住民税の前払いなんですけど、ちょっとめんどくさいので1ヶ月の出費として捉えてるんです。いつか払わなくてはいけないもので、早めに払えるものだったら、まあ、先に払っておきたいなって思って。まず1番の食費ですね。23,156円だったので23,000円としてます。私食費は毎月2万円で予算立てているので、まあ3,000円の赤字ですね。残業が多い月はやっぱちょっとコンビニとかスーパーに甘えがちです。で、次に電気代が11,138円なので、まあ約1万円ですね。今月も高いなと思って、でもまあ節約して健康を害する方がいろんな意味でマイナスだと思うので、電気代の節約はしないです。3番目の日用品が4000円ですね。今月は電気がチリチリしてて、で、そうだから自分で蛍光灯を取り替えました。カバーをガパッて外して、なんか重いやつ取ってちゃんと入れて、なんか型番とか調べて、もうすごいと思って、自分これで1万2000時間過ごせます。もう蛍光灯変えられるから、もう本当に一人で生きていけると思って。美容費が、8,700円ですね。このエクセルのサンダルウッドっていう色のアイシャドウ、これブラシで乗せた時ってあんまり色が乗らなくて微妙いなと思ってたんですけど、指で乗せたらめちゃくちゃ発色して、もうすんごい可愛かったです。これほんまになんかね、粉がマット感あるから指で乗せるのおすすめです。趣味費が14,000円ですね。このね、なんかノイキャンのイヤホン、これめっちゃ良かったんです。音楽かけてなくても耳栓並みに外の雑音、外音みたいなのを消してくれるから、もう電車の中とかにいるとき周りの会話とか一切聞こえなくなるし、外歩いてるときとかってなんか車の音とかなんかいろんな雑音してたんだなって分かって、本当に静かになるからめっちゃおすすめなんですけど、でもこれなんかカナル式って言って気密性が高いイヤホンだから、長時間使用してるとなんか耳の中が蒸れやすくなるから、結構要注意だそうです。1日1時間くらいにしておいた方が良いです。あとこれ3COINS で買ったお香にもハマってます。お線香的なのがあって、で、これをなんかここに刺して
で、ライター。イチゴがあるからちょっとあれなんですけど、ライターつけると、こう、ファーってなって、なんか、燃える。ちょっと待って、今、イチゴ避難させたから。あ、ほら、こんな感じ。あ、めっちゃいい香り。そうそう。こんな感じでやるんだけど、なんかこれ、すごい、やっぱ燃えるとさ、灰みたいなの出てくるから、そう、この白くなったやつがパサッと落ちるから、下にティッシュ引いてやった方がいいと思います。ちょっとこれ溶かそうか。最後が、交際費なんですけど、これは3万円でしたね。この前飲みに行った友達は、なんか、今月そろそろプロポーズされるかもって、めっちゃ幸せそうで、もう、ほんまに、すごいなーって思ってました。もうちょっと、お祝いに、ゼクシー以上から、3つの集計合わせて、1万円足す、10万500円足す、8万7000円で、19万7500円なので、約19万8000円ですね。おせっきり、赤字にならなくて済みました。おしまいです。ありがとうございました。